無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られてどのようなご気分。戦の最中、死に向かい合うと時は遅くなり耳ざとくなる。敵の息遣いも葉を撫でる風も聞こえ、そして色も鮮やかさを増し鋭く美しくなる。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ、先生が立ってしまう。ああ、体仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ。狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ。獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か。次を見に行きましょう。北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは。父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村、まさかあなたが噂のクロード。でももののけのごとき背の丈だったはず。嘘だ、猛虎をたばかるためのな。それはつまり大げさな話を広めたということですか。勝つためなら卑しき真似もせざるを得なかった。誰もがそう。あっ、獲物が取られる。追い払ってください、早く。任せろ。飢えておるな。お主ら、どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ、敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ。あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは。嬉しくはないが、自ら決めた道だ。迷いや悔いはありますか。無論だ。だが猛虎を撃つためならば受け入れよう。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです、何か取れてるかも。取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる。本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする。京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。
吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。よし。ひどく吹雪いてきました。どうか離れずに。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今何と？気にするな。急げ。始末する。下がれ。家はどこだ？この近く。さ、ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで。島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く、私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ？猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だ。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょう。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。
お侍様、佐賀の村で妙なことがあるようです。猛虎か。わかりません。村の人は追い詰められたような顔をしているのですが、気にするなというばかりで。厄介事が起きておるようだな。調べてみよう。せめてお水を一口だけでも。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。北の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首をはねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。鳥はいいよね。いつものようにさ。お頼みを聞いてください。猛虎が我が師匠を捕らえてコトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は。二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は。もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在りかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。あと少し遅かったら俺も血を吐いて死んでたんだろうな。
しろ。ハザクチの悪徳な侍。Wait. Ah! Oh, shit! Oh, shit!
Üzüm bağara. Çık harbo. Çık harbo. Şey yuvarsa. Sen ne gibi mutlusun? He? Hands went hard.
張るってな。出てけ。さあ来い。
ープを始めてんじゃん。お侍、おにぎたちの
坂井。巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。よいか。一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北。捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮祖は猫を噛むと言います。所詮ネズミはネズミだ。お前にできることは二つ。助けを求めるか裏切るか。あやつを知った今どう思う？私を殺さなかったのは先生を油断させる昨夜も。帰り討ちにしてくれるわ。待ち伏せでなければ司祭を聞き、猛虎の企てを止めるため手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。
よし。何か聞くおつもりですか。巴と話すことなどありゃせん。寝返ったわけはあの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ。気を抜くな。ここからは歩くぞ。鏡、敵が隠れておるやもしれん。あれが鳥羽。敵はいません。見えぬだけよ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は石川先生。ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あいやつ、こっちに来て。ここで待っておる。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。相も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。時と場所は。ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える。藩への仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします。しまった、もう米つけていたか。巴待て。罠など張っておりません。巴は応戦しておりました。芝居だ。油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り言ってあげましょうか。やめよ。このままでは村が危ない。すぐ立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。ウムギ
ぎ谷を救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。近道は分かるか？我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を？お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。櫛に着く頃には旧兵は手に負えなくなる。命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。市でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。こっちへかがんで。猛虎は多勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか？いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め。俺が見張ろう。日が沈んだ。行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。
後ろから刺すつもりでしょ。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人を。まだ来よるか。身を隠せ。ハンヤガトモディクボスニグメテクイミ。Dagoru, not there. O sudden, in the sonar serem steba. Isamuna yo, Sakai. Sensei, yoku neratte. Ichiya, issatsu. Sensei, takaotoshi no waza de futari shitomemashita ne. Mite ta ka?お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで矢を放つときに。おお、よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る。私が先陣を、後ろは任せます。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火矢一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。
まずまずの出来だ。トモエはどこです？知らん。怪我でもしたか？トモエ！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか？そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え、復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何が？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのか。そこもと、どうされました？女が通らなかったか？一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。どうだってと思えめ、たばかりおったか？ですが、ウムギダニを救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったの。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められる。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都につけるかもしれません。ああ、巴ならつけるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。お主も立派に育ったな。
鎧を整えてもよろしいでしょうか。礼を言う。All right, everybody. Thank you all so much for tuning in. I do appreciate it. We are going to end this one. I'll be on here tomorrow. And that Hanabi's gonna go in. Nice. That's actually pretty dope. All right, so as you can see, I'm collecting some new stuff. Feeling good about this game. I got a better shout out to my brother. He tried to tell me way earlier, and I just did not believe him. But you know, this game is ridiculous. Okay. You all have a good night. Stay safe. We always say love each other. And I will talk to y'all later. Talk to y'all later. Tomorrow, 6 p.m. Central. Don't forget. I won't forget. I've been forgetting a little bit, but tomorrow, 6 p.m. Central. I won't forget. Have a good night.